サドルはオートバイを構成する部品の一つで乗員が着座するための座席である。同様の意味でシートとも呼ばれる。コイルスプリングを採用したサドル型シート自転車の場合と同様に乗馬に用いられる蔵をその起源とするため、サドルの名称で呼ばれていたが、後年になって自動車と同様にクッションを内蔵した座席としての部品に進化したため、一般的には、 シートと呼ばれることが多い。古典的なサドル形状のシートについては、一種のレトロニムとしてサドルシートと呼ばれる。こうしたタイプの場合は、自転車のサドルと同様にコイルスプリングが取り付けられた構造のものがある。オートバイ用のシートは、金属製、樹脂製の芯材の上に発泡ウレタン製のクッション材を置き、ビニールレザーの表皮で覆われた構造を持つ。 競技に用いられる車両の場合は、FRP 製のシートカウルにスポンジシートを貼っただけの簡素なものもある。オートバイ用のシートには、一つのシートに一人の乗員が着座するものと、一つのシートに二人の乗員が着座できるものの2種類に対別できる。数と乗り専用のものは、シングルシート、ソロシートと呼ばれ、二人乗りが可能なものは、ダブルシート、ロングシートと呼ばれる。 また、同乗者のみが着席する鉱石については、タンデムシート、ピリオンシート、パッセンジャーシートなどの故障もある。全席と鉱石でシートが個別になっている場合、単純にフロントシート、リアシートと呼ぶ場合もある。ヤマハ発動機株式会社、バイク用語辞典、シート、ありがとうございます。